福島第一の汚染水漏れは大自然との戦いです。対応が大幅に遅れてしまった原因は、東京電力を破綻処理をせずに資本注入で中途半端な国有化をしてしまったところにあります。総理がおっしゃるように、東電任せにすることなく国が前面に立って責任を果たすのであれば、株主や債権者に責任を取ってもらう東京電力の法的整理まで行うべきであります。5兆円に及ぶ送配電網を売却し、発送電分離を行えば電力システム改革が一気に進んでいくではありませんか。総理のご決意をお伺いをいたします。大井、柏崎と次々に原発再稼働申請が行われています。東海地震の震源域の真上に位置し、最も危ない原発と呼ばれる浜岡原発の再稼働申請も年内に行われると言われております。原子力規制委員会の新規制基準は問題がありすぎです。例えば施設の一部対策に対し猶予期間を認めていますが、なぜ5年の猶予期間を設けても安全だと言えるのか。そもそも福島原発事故の総括も未だ行われておりません。このような状況で原発の再稼働などありえないはずであります。総理のご見解を伺います。先日、小泉純一郎元総理のお話をお伺いする機会がありました。小泉元総理はフィンランドの核廃棄物最終処分場オンカラを視察をされ、我が国の最終処分場が確保できない状況下での原発推進は無責任であり、原発ゼロしかないと決意をした とのことでありました。極めて真っ当なご見解です。自民党政権の総理経験者で日米同盟重視を実践してこられた方がこうした発言を行うことの意味は極めて大きい。多くの国民も原発推進が無責任であることに気がついているのではないでしょうか。そもそもほとんど地震のないフィンランドの、しかも永久凍土化の処分場ですら完全な安全は担保できないのに、どうして荒ぶる列島、地震国の日本で処分場が設置できるというのでしょうか。これは処分場候補地の選定が難しいという社会的な問題ではなく、技術的に困難を極めるという根本的な問題です。要するに、原発を推進するということは、トイレなきマンションに例えられる通り、処分場がないままゴミを出し続けるという行為であり、無責任以外の何者でもありません。小泉総理は、総理大臣が決断すればできるとおっしゃっておられますが、安倍総理のご所見をお伺いをいたします。東電の法的整理、電力システム改革についてのお尋ねがありました。現下の優先順位は何かと考えれば、今一番必要なことは、配慮、汚染水対策を確実に実施し、同時に電力需給の安定に万全を期すことと考えております。汚染水対策をはじめとして、関係者が総力を挙げて取り組まなければならない中、緊張感を持続して対応に当たることが重要です。仮にご指摘のように、会社構成法に沿って東京電力の法的整理を行うこととした場合、被害者の方々の賠償や現場で困難な事故収束作業に当たっている関係企業の取引再建が十分支払いできない恐れ、そして直ちに東電と同等の電力供給を行える体制を確保できなくなる恐れ、そして海外からの燃料調達や権益確保に支障が生じる恐れがあります。以上を総合的に勘案して、国民に悪影響や負担が及ばないよう、東電は引き続き民間企業として損害賠償、廃炉、汚染水対策、そして電力安定供給などを確実に実施していくべきだと考えています。
国はこうした東電の事情に対し、原子力損害賠償支援機構法の枠組みや、技術的難易度の高い取り組みへの予算措置によって支援していきます。政府としては今後とも、福島の一日も早い復興のため、東電任せにせず、国としてしっかりと前面に出て果たすべき責任を果たしてまいります。さらに、電力システム改革により、ダイナミックなエネルギー市場を作ってまいります。電気事業法の改正を通じて、発送電の分離等も行っていく予定であります。電気事業者の今後の経営のあり方については、これらの事業環境の変化も踏まえ、各事業者において適切に判断していくべきものと考えております。新規制基準と再稼働についてのお尋ねがありました。原子力規制委員会において、国会事項調査委員会報告書などで、これまでに明らかにされた情報を踏まえ、海外の規制基準も確認しながら、世界で最も厳しい新規制基準を策定したところであります。新基準では、東京電力福島第一原子力発電所の事故の教訓を踏まえ、地震や津波に耐える性能の強化に加え、巨大地震や大津波により万一、過酷事故が発生した場合に対する十分な準備を取り入れています。そのために必要な機能はすべて整えていることを求めています。必要な機能の基準は直ちに適用した上で、さらに信頼性を向上するためのバックアップ対策について、5年間のリードタイムを設けています。原発については安全が最優先、その安全性については原子力規制委員会の専門的な判断に委ね、事故の教訓を踏まえた世界で最も厳しい規制基準を満たさない限り再稼働はありません。使用済み燃料の最終処分場についてのお尋ねがありました。最終処分方法としての地層処分については20年以上の調査研究の結果、我が国においても技術的に実現可能であると評価されています。もちろん処分制度を創設して以降、10年以上を経た現在も処分地選定調査に着手できていない現状を真摯に受け止めなければなりません。国として処分地選定に向けた取り組みの強化を責任を持って検討してまいります。原発を含むエネルギー政策については、いかなる事態においても国民生活や経済活動に支障がないよう、エネルギーの安定供給、エネルギーコスト低減の観点も含め、国として責任あるエネルギー政策を構築してまいります。この際、原子力比率は可能な限り引き下げてまいります。